レバナスで銃を手に入れるレバレッジ投資家いつきです。本日もよろしくお願いいたします。まあレバナス無敵ですというね話をしている中で弱点なんてないぜというね話をしておりまして、その中でファイヤー後の暴落に備えると 50% 下落 80% 下落が来てもレバナス耐えれるようにしていきましょうというね動画の方を出しているんですけれど、このね動画を見た方からファイヤー手前で暴落が来たらどうするんですか、いつきさんと。提言が来てしまって低いところで1年も2年もファイヤー手前で提言に入ったらどうするんですかというねお悩みの方をいただきました。さあどうするんだということで、解決策なんてね単純あるんですよ。こちらの方は後半戦でお話をさせていただいて、前半戦は8月3日レバナス分析と8月4日レバナス予想をしていきたいと思います。それではスタートです。まずはいつも通りね国債をチェックしていきましょう。10年債利回り 2.71 若干低下、2年債もの 3.08 若干上昇、3ヶ月もの 2.45 若干低下ということで、10年ものと3ヶ月ものは買われましたね。2年ものは売られたという、状態で、まあ、国債の中でも矛盾が生じていると。そして、10年債利回りと2年債利回りの逆転現象、逆イールドは目下発生中。3ヶ月ものと10年ものと利回りもそろそろ逆転するんじゃないかということで、その差が 0.26 ということになってきておりますので、まあ、やはりアメリカの、先行きが不透明、不安ということがありますので、債券価格は今矛盾が生じているということになっております。ビットコインの方がね、なんか悩ましい動きになってきたんですよね。なぜこのビットコインを観察しているかと言いますと、ナスダック100の先行指標になると言われているんですよね。ビットコインが底を打てば、ナスダック100も数日後に底を打って上昇すると言われております。そのビットコインなんですけれど、私の目には徐々にですけれど、上昇していってるように見えるんですよね。TDC ケンシャル的には4営業日下落ということになっているんですけれど、さあどうなんでしょうということで、このままね上昇していくのかどうかっていうのをねしっかりと見ていきたい。まあただ今のね段階では TDC ケンシャル短期のねトレンドを測るものでは、まあ下落トレンド4日目ということでねなっておりますので、まああと1週間10日と観察して、このままねじわじわ上げていくようだとナスダック100の底入れがあるのかというところをねしっかりと見極めていきたいところと。ナスダック100先物の方がね開いております。6営業日連続上昇トレンドを継続しているということと、あとは6月2日の高値をね超えたというところ、まあ、ここがねでかいんじゃないでしょうかと。さあここをねナスダック100先物の方スル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 と上昇していくのかというところなんですけれど、今現時点での最新のねものを見ますと前日比マイナス 0.19 ということなので、まあ、まだねどっちつかずということになっておりますけれど、今日ねマーケットどのような形になっていくのかね、まあ、この後が楽しみだと。こちらは仮想レバナス QLD のチャートになっております。54.42 ということで、前日比プラス 5.44%、大きく上昇というね、ことになっております。そして QLD のね、このチャートは、6月2日のね、高値をね、超えているというね、ここがね、最大ポイントになってくるんじゃないでしょうか。営業日連続上昇中ということになりましたので、こうなってくると今週いっぱいは上げて来週から下げていくのかというところでね、まあ短期のトレンドで見ておりますと、さすがにね上がり続けるというね相場はありませんので、どっかでね一旦下落トレンドに移るということがありますので、今週中に移るのか来週移るのかというところがね見どころになってきたのかなと。価格帯別のね出来高の方を見ておりますと、もうね
出来高のゾーンはもう超えつつありますよね。もう少し超えていくとすごくね、はい、軽くなってくるんじゃないのかなということでね、上昇しやすくなってくると。そしてやはり SOXL のね、チャートと比べましてもこちらの方がね断然いいチャートなんですよね。なぜかというと SOXL はまだ6月2日の高値というのを超えれてないんですけれど、 QLD は超えてきたということがね、ありますので、あとはフィボナッチ当てたところの 56.52 ですよね、ここを今日明日で超えることができるのかと。超えてくればかなりね楽になってくると、上昇するスピードもね上がってくるんじゃないのかなというふうに観察しております。我らがアイフリーレバレッジナスダック100大和レバナス8月3日基準価格24,308円、前日比マイナス146円マイナスです。楽天レバレッジナスダック100、楽天レバナス5766円、前日比36円マイナスと。 QLD の方がプラス 5.44% つけておりますので、8月4日の大和レバナス予想価格は25,630円、楽天レバナスは6079円ということになっております。まあ今ね、レバナスの場合っていうのは定期積み立てされていると思うんですね。私自身もしておりますので。ですから、その定期積み立てプラスアルファということで買い増しスポットっていうのを探しているんですけれども、今上昇トレンドに移っているんで、この上昇トレンドが短期の下落トレンドに移ってから1日2日経った後注文を入れれば最短2日かかりますから、下落トレンド始まってから2日後に頼んだとしても4営業日、3日後に頼んだら5営業日先の基準価格ということになってくるので、このあたりをね基準に買い増しポイントというのを、ね、探っていくのが一番いいんじゃないかなと。今はねちょっと伸びきっているところなんで、まだね買い増しポイントっていうのはねお預け状態と、ただしじゃあ次の下落トレンドに入ったからすぐにね、はい、全力でね資金の方を投入していくのかっていうとそうではなくて、もう一度底を掘っていく展開っていうのをね十分視野に入れていますので、本格的にね資金を投入していくのは楽天レバナス設定来最安値4344円、これをね切ってきた時もしくはこの付近になった時しっかりとね追加購入していくということで、ナスダック1003倍ブルの方です。8月3日、9298円ということに、ねなっておりますけれども、さあ、ここですよ。久しぶりに来ましたよ。8月4日の予想価格、T999 がプラス 8% をつけていただきましたので、うまくいけば今日の基準価格の発表で10,042円、久々の1万円台回復ということに、ね、なっておりますので、このあたりになってくるとプラテンされてくる方もね、多いんじゃないのかなというふうに思いますからね、はい、皆さんあと一息ですよと。そしてこちらの買い増しポイントも、レバナス同様、下落トレンド入りしてから1、2営業日経ってから、ね、購入していく。ただし全力で買い始めるのは設定来最安値6206円付近もしくは切った時ということで私は考えております。こちらは仮想ナスダック1003倍ベア S999 になっております。こちらは 37.06 でフィニッシュ、前日比マイナス 7.99 ということになっております。6営業日下落トレンド継続なんですけどね、まあ、そろそろね、本当、上昇トレンドに、ね、移るんじゃないのかなと思ってますけれど、まあ、最悪は今週いっぱいね、下落が続くかもわかりません。さあ、私が仕掛けているナスダック103倍ベアの方ですけれど、評価損益マイナス 21.14% ということになってますけれど、まあそろそろね、反撃開始のカウントダウンは始まると思いますので、今回上昇していった時にはね、しっかりと利確の方をしていきたいなと。前回ね、利確できるポイントで、証券会社さんが休みで注文入れてもね、その日に間に合わないということで、次の日ぐらいにずれてしまうと、マイナスになってしまう微妙なところだったんでね、売るのはやめたということがありますので、今回こそはしっかりとね、利確していきたいと思います。さあ、8月3日のね、アメリカの状況なんですけれども、株は3日ぶりにね、上昇しました。決算や経済指標を好感したということですよね。まあ、企業決算、ペイパルとかもね、良かったということと、あとは、経済指標、非製造業のね、指数の方ですね。こちらが予想を上回ってきたことが好感されたと。ただ、このね、非製造業ということで、製造業の
数値が発表された時悪かったんですけれどね、そこまで下げなかったで、良かった時はドカッと上がるということで、まあ今はね、市場が欲してるのはいい情報なんだろうなと、何かに理由をつけて、上昇させていきたいだなというところがね見え隠れするんですけれども、その割には残念ながらまだ出来高が伴っていないということになっておりますのでね、ここ夢幻巨頭ということがありますので、このね、何か一つが崩れ出したとき、もう一度底を掘る展開というのがね、待っていくんじゃないかと。本格的な上昇は、私は三拍子が揃わないとダメだと思うんですね。まずはロシア・ウクライナ問題、こちらの方がケリをつける。そしてインフレの数値が確実に低下している。そして金利を上げるんではなくて、下げることができるようになった。このね、3つの状況が、揃いますと株式は本格上昇に入っていくと思います。まだこのね、3つの状態を満たしておりませんので、まだまだそこを掘っていく展開っていうのは十分ね、考えれるということで、さあこっからが後半戦です。ファイヤー手前で暴落が来た、ファイヤーできない、さあどうするんだというね、こちらの方のお悩み、心配性の方は見てるんじゃないかと。こんなのね、答えは簡単、悩む必要は全くありませんということで、暴落っていうのはね、必ず来ますし、いつ来るかわからないから怖いわけですよ。けれど来るっていうのは分かってるんです。いつ来るかはわからないけど絶対来るって分かってるんです。だったら対処しましょうよということで、対処法さえ考えてればね、何の問題もない。何も考えずにただ淡々とレバナス5万円を積み立てて10年後にファイヤーだと思ってて、その10年手前9年目ぐらいでドーンと、暴落が来てオーマイガーッとなる、これは分かるんですよ、対策考えてないからね。けれど対策を考えていれば何の問題もない。まずはファイヤー手前で暴落が来る。これにね、対応する対処法。これは一つだけあります。何かと言いますと、私の場合は、ファイヤー生活の基本。これは、レバナス、毎月5万円を10年間積み立てることです。あと残り8年と10ヶ月ということなので、私の基準になってくるファイヤーの年月っていうのは、あと10年、私の場合はあと8年と10ヶ月ということなんですけれども、まあ、レバナスのね、積み立てを始めたときは10年というね、縛りでやっていたわけですよね。ですから、ここを、対策していけばいいだけの話ということで、まずはレバナスが10年かかるという方をね、考えてください。そうしますと、まあ、私の場合ですと、まあ、5万かける。10年間レバナスを購入し続けるとね、まあ、レバナスは3671万6300円になって、そこから 2% 利確が始まっていくというね、こういう計算ですよね。この手前、9年目とかで暴落が来たらどうするんだという話、これを解決するのは単純明快。まあ、レバナス投資、今年から始めたとしてくださいね。話がややこしくなるんで、そうなってきますと、今年一般にサークでレバレッジものの投資信託もしくは ETF 商品というのが買えるんですよね。ということなので、今現実に私は120万円のうちの100万円分をソクルとティクル一般にサークで購入しております。そして残りの20万円これはね、枠は取っております。 SOXL がもう一度下がって10ドルを切ったタイミングであと20万円追加して終わらそうと思ってるんですね。で、今年私には奥さんがいます。奥さんの一般にサークは120万まるまる開けております。ソクルがもう一度10ドルをね、トライしていって10ドル切る体制になった時に、120万円突っ込もうと思ってね、置いてあるわけなんですよね。このように、一般にサークで例えば、まあ、ソクルと私の場合はティクル両方持ってますんで、まあ、平均リターンを 40% とした時に120万円で8年間寝かしておりますと、なんとね、2794万2381円になるんですよね。そしてこれ一般NISA枠ですから、5年間増えたものに対しては非課税、残りの3年に対して税金がかかってくるということなので、かなりね、手取り額っていうのが多いわけですよね。レバナス10年でファイヤーするんだったら、まずはこの2022年から始めた一般NISA枠の8年後、利確しておくということがすごく重要になってくると。ここでね、キャッシュ2000万を手に入れておこうということですね。そして一般NISA枠っていうのは来年も使えます。来年使えるということは、
はい、そこから8年後ということなので、前年に先ほどの一般NISA枠、こちらの方を2000万ほど利確したわけですよね。そしてそこからさらに1年経つと、2023年に仕込んだ一般NISA枠っていうのが火を吹いてきます。私は来年120万円分速度を入れようと思ってます。トウカさんの方も120万円同じだけ入れようと思っております。ですからこの一般NISA枠の計算というのは一人分ということになってきます。そうしますと2023年から SOXL だけをねぶっ込んだといたしますと、同じ8年でも6000万円になっていると。でこちらも5年間は非課税、残りの3年の増えた分だけ税金がかかってということなんで、このようにね時間差をつけてね利確できるようにしておいて現金ポジションを作り暴落を待つということなんですよね。ただそれだけです。で、まあ一般NISA枠で SOXL とかティクルを使うの嫌だなと思われている方は別に一般NISA枠120万円分レバナスぶち込んでてもいいわけです。そちらもね、自分のお好きな商品を作っていくだけ、ただね利確するね年月だけをねずらすということですね。そしてそこで現金ポジションを、しっかりと作っていくと。暴落が来てね一番困るのは何かっていうと現金がないことなんですよ。現金ポジションがないことと、現金ポジションさえあればいくらでも対応可能です。今でも皆さんも、今回の暴落が来たので、ここで気づいてますよね。50% 下落とか 80% 下落が来て、その下落時に仕込んだらどれだけ有利にその後の資産形成を成り立つことができるのかと。このね 80% 下落が来た時に突っ込むお金がないから、レバナスを買い増しするお金がないから困るわけなんですよ。そこでしっかりと現金を用意しておいて 80% 下落来た時のレバナスをしっかりと買えるように現金1000万とか2000万とか3000万とか用意しておいて、 80% 下落来た時に1000万とか2000万ボーン突っ込んでしまったら、もうそれでね、はい終わりじゃないですか。あと1年間ぐらい放っておけば、そこから 1% 利確 2% 利確っていうのをね進めていくことができると。別に暴落中とかでも自分のレバナスがしっかりと育っていれば、現金入れてから1年ぐらい放っておいてしっかりとレバナスが、育っていればね、別に 1% 2% 利確っていうのもね可能になってきますし、暴落が来たから2年も3年も株価が回復しないということもね、まあそこまでね考えづらいことじゃないかなと。全くね地を這うようなね、安いレバナスが、ね2年も3年もずっと続いていくということはちょっと考えづらいんですね。数年間続くと言われてる方もいますし、実際も実はそこを売ってて反転上昇してるんだという方もいますけれど、まあ実際ね、今回の暴落がどうなるのかっていうのはまだ分かりませんけれど、今回の暴落で一つ勉強したことは何か、暴落来て 54% ぐらいレバナスが落ちたとき、もしくは SOXL が 80% 下落来たときに購入した人勝ちだというのはね、もう理解できてるわけですよね。けれど今買うお金がないから悔しいと言われてる方もたくさんいてると。なのでそうならないためにファイヤー直前に暴落が食らって、ああ、もうファイヤーできなくなってしまったと嘆くんじゃなくて、よし、ファイヤー手前で暴落来た、最後レバナス鍛える、大ね、チャンスだということで、そこで資金をぶっ込む。このね、差が未来のファイヤー後の、生活も変えていくということで、そして最後につながっていくのが、ファイヤー後の暴落に備える方法っていうのもあるわけです。こちらまだ見られてない方は説明欄に URL 貼っておきますのでね、ファイヤー直前の暴落は今の方法で耐えていただいて、ファイヤー後の暴落でどうやってレバナスを鍛えていくのかということをね、たっぷりとこちらの動画の中でご説明の方させていただいてますので、まあこれを見ていただければファイヤー直前の暴落でも何の心配もありませんし、ファイヤー後の暴落が来たらそれはレバナスを鍛える大チャンスということを理解していただけると思いますので、こちらの方の動画をご確認よろしくお願いします。レバナスは無敵です。長期積み立てでガチホしていれば必ずファイヤーは達成できます。
ただし私はそれだけでは物足らないので短期のトレードの方もしておりますので、直近の株価の値動きもすごく重要だ、心配だ、気になるということになっておりますので、今日も22時からライブ放送の方をかけていきまして、今日の株式がどのように動いていくのか皆さんと観察していきたいと思いますので、ライブ放送のご参加お待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。